はい、そして一般戦闘ですね。はい、スキル1が1200から6660、スキル2が1200から 13320% ということで、合計して2400から 19980% と、はい、いうようなかなり火力ぶれるキャラクターになりますが、このキャラクターの場合は火力云々以前に、スキル1もスキル2も敵1名しか狙わないので、最初の2ターンで敵を全滅させることがこのキャラクターだけだと不可能なんですね。単純に手数が足りないということで、はい、戦役は大の苦手なキャラクターになりますね。はい、そしてボス戦ですね。ボス戦の方はスキル1が1200から 6660% で、スキル2も同様ということで、はい、合計して 7860% ということで、まあ、スキル1が HP が低いほど火力アップ、スキル2が HP が高いほど火力アップということで、相反する関係になっていて、スキル1、スキル2を合計すると毎回 7860% ぐらいのダメージになるというような形になっているんですが、まあ、ボスとの対マンではスキル1の撃殺条件を満たしての噴気化ができないので、その分の火力が伸びず、まあ、火力としては普通よりちょっと強いぐらいですかね。まあ、ただ最近のボス戦火力インフレ、まあ、2万パー超え、ボス1体に対して出せるキャラクターだったり、まあ、ロハンみたいな3万パー超えも狙っていけるようなキャラクターがいたりして、まあ、そういった環境の中ではかなり控えめな火力になってしまいますね。はい、そして闘技場ですね。はい、闘技場で獲物とする相手としては、高根基地キャラクターということで、はい、このキャラクター敵に流血をつけることで、根基値が高くクリティカルを受けづらいこれらのキャラクターに対して、根基値で計算されたクリティカルダメージカット率を、クリティカルを受ける確率を上げることで、直接ダウンさせることができるということで、まあ、陰気みたいな根基値を落とすというような回りくどい落とし方ではなく、直接クリ率を上げることができるので、はい、こういった根基値が高いキャラクター相手によりクリティカルが出しやすくなりますね。はい、そしてその他には攻撃力ベース防御無視攻撃キャラクターということで、はい、神髄共鳴スキルによって防御力を利用してこれらの攻撃をカット可能ということで、まあ、奮起もつけてさらに防御力を伸ばしてダメージカットしに行くことができます。はい、その他には連撃系筋力値防御無視攻撃キャラクターということで、まあ、一撃必殺系の筋力値ベース防御無視攻撃には神髄共鳴スキルで対応できないんですが、連撃系であればある程度その火力を減らしていくことができるということで、まあ、特に一撃一撃が筋力値の3倍の防御無視攻撃の真田幸村なんかであれば、だいぶその1回1回の攻撃毎回マイナス2倍することができるので、はい、幸村にかなり有効ですね。まあ、それもクリティカル乗っちゃうとやや不利な形にはなるんですが、まあ、連撃回数がこまめなキャラクターほどよりダメージカットしていくことができます。まあ、なんで幸村は根基値も高かったりして、まあ、復活後の援護なんかもこのキャラクターバフ剥がしで剥がすことができるので、まあ、かなり幸村対策にはなっているキャラクターかもしれませんね。はい、そしてその他には状態異常耐性キャラクターということで、このキャラクタークリティカルを出すことで敵の状態異常耐性を 70% 無視することができるので、状態異常耐性キャラクターにもしっかりデバフを通すことができます。はい、その他には生後バフバッファー全般ということで、はい、ミスっても剥がすタイプのバフ全剥がしと生後バフも剥がすことができるということで、これらのキャラクターも獲物として、その他には防御力ベースダメージカットができるキャラクターということで、はい、今 MR キャラクターのカエサルやリテンなんてキャラクターが防御力を上げることで攻撃力ベース防御無視攻撃をダメージカットできて、まあ、ロキシーやカグヤなんかは防御力によって筋力値ベース防御無視攻撃のダメージをカットできるというところで、そこに奮起や雷害氷害コブなんかをつけて戦うのが結構セオリーとなりつつあるんですが、それらを一気に剥がすことができるので、まあ、こういった防御力ベースのダメージカットができるキャラクターに対して待ったをかけることができる、はい、かなり味のいいキャラクターになってます。まあ、カエサルなんかにバフを積んでるとこにうまく決めに行きたいですね。はい、そしてその他にはデバフ剥がし回復キャラクターということで、まあ、有名どころで言うと大凶小凶なんてキャラクターがデバフ全解除からの HP 回復ができるキャラクターなんですが、はい、このキャラクターが付与する罪悪流血に関してはこれらのデバフ剥がしで剥がすことができないので、はい、HP 回復を完全に阻害することができるんですね。いや、もう今後もし罪悪流血ばらまきキャラクターなんかが出てきたら大凶小凶が完全に腐りますね。まあ、ただその先の未来で大凶小凶が罪悪デバフ剥がしの HP 回復をする未来も一緒に見えてきますが、はい、ということで、まあ現状ではこういったキャラクターの HP 回復を阻害することができます。で、まあ劉備とか直江兼次なんかがカッコの中に名前書かれてますが、まあ、これはもともと回復をしてからデバフ解除をするっていう、はい、流血がついてたらお手上げキャラクターなので、まあ、罪悪流血になったところで同じように苦手というところで、まあ、カッコで一応分けておきました。そして天敵とする相手としては復活キャラクターということで、はい、スキル1スキル2両方とも敵が復活キャラクターだと奮起化できなかったり HP 回復ができなかったりと不利なことだらけですね。はい、そして一撃高火力系筋力値ベース防御無視攻撃キャラクターということで、まあ、エリスやベンシーなんかが代表格ですね。はい、そういった一撃で大きな筋力値ベース防御無視攻撃をしてくる相手に対しては神髄共鳴スキルで2倍分減らしたところで大した減少にはならないので、はい、苦手としますね。はい、まあ、というかその他にも防御無視攻撃キャラクターであればスプラッシュや総ダメージ防御無視攻撃だったり、敏捷値知力値ベース防御無視攻撃キャラクター HP ベース防御無視攻撃キャラクターなんかの防御無視攻撃は神髄共鳴スキルで対応できないので普通にダメージを受けてしまいます。まあ、今一緒にガチャに並んでる孫権なんかの HP ベース防御無視攻撃なんかも利点になかなか有効ですね。はい、流血を利点につければスキル2の HP 超回復も阻害することができるし、まあ、孫権優秀ですね。ローコストで。はい、そしてバフ剥がしキャラクターということで、まあ、利点のせっかく高い奮起を剥がされてしまうということで、まあ、特にバフを奪ってくる四天童子なんかが MR 相手にもパフォーマンスを落とさずにバフ奪いができるので、恐ろしいとこですね。はい、そして狂乱キャラクターも苦手ということで、まあ、狂乱という特殊状態は利点でもってしても剥がすことはできないし、流血についても狂乱状態の相手にはつけられないと、はい、いうことで、まあ、狂乱状態でさらに一撃必殺の筋力値ベース防御無視攻撃ができるエリスなんかはかなり利点苦手かもしれませんね。はい、そして相乗効果があるキャラクターとしてはクリティカルで加速する武将と弓将ということで、罪悪流血を敵につけることで、はい、ついたキャラクターはよりクリティカルを受けやすくなってしまうということで、はい、これらの武将と弓将キャラクターの中でクリティカルを出すことで、例えばこの利点の場合はデバフ耐性無視の効果がついたり、まあ、あとはクリティカルが出ることで蓄力ができる花公園や今川義元藩士みたいなねキャラクターだとか、まあ、こういう特殊な動きじゃなく単純にスキルにクリティカル率アップの要素がない王騎人だとか、まあ、毛利元就のスキル2だとか、まあ、あと、本命で言うとカイサルだとか、はい、そういったキャラクターのクリティカル補助になるので、で、しかも剥がせないってことでね。いや、この部分がね、なかなか厄介になるなと、容易に予想できますね。はい、そして相殺効果があるキャラクターとしては、4ターン流血キャラクターということで、これらのキャラクター4ターン流血つけるんですが、3ターンの罪悪流血で上書きされてしまうということで、まあ、敵に1ターンの HP 回復の余裕を与えてしまうということで、若干の相殺効果が見られます。はい、ということでそんな利点の対人性能ですが、はい、今現環境対人性能総合ポイントトップはカエサルという形になってますが、そんな感じでランキングで上から見ていって利点の位置はこの位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、真ん中よりはやや高いっていうようなところで、まあ、準コアレか準コアレに一歩届かないぐらいの性能というような判断としました。はい、せっかくなんで今回はバフ解除がスキルに入っているキャラクター、はい、ここら辺まではバフ解除ができるキャラクターたちなんですが、はい、それらのキャラクターと一緒に見ていきますか。はい、そうすると耐久に関しては、まあ、かなり硬く 7.5 ポイント、防御無視耐久に関しても神髄共鳴スキルで7ポイント、自己注力は 6.5 ポイントで、バフを剥がされてしまうと困るかどうかですが、はい、奮起剥がされると困るのでポイントを落としてますが、まあ、そもそもこのキャラクター平常運転で奮起になれない可能性もあるので、まあ、影光に頼りきりの美婦人みたいなキャラクターに比べればまだバフ剥がしキャラクターから受ける影響は少ないですね。白バフ減をしてくる相手からは影響は受けず、デバフ耐性に関しては利点は特にないので、箱や撃砕なんかはもろに受けてしまいますね。そういう意味では箱を食らって防御力を落とされてしまうと攻撃力ベース防御無視攻撃神髄共鳴スキルのところ落とされてしまうので、箱キャラクターなんかも天敵に入りましたね。はい、その他で気になるところで言うと、まあ、反射耐性ですね。これに関してはバフ解除ができるキャラクターはみんな高いキャラクターが多いんですが、まあ、援護状態の相手の援護を剥がして殴ることができたり、はい、まあ、利点の場合はスキル1でもスキル2でもバフ全剥がしができるっていうところがめちゃくちゃ大きいですね。はい、そしてコンボ成立に関しては 6.5 ポイントということで、まあ、真ん中よりは高いんですが、ちょうど狙ってる相手に対してバフ全剥がし整合剥がしができるかどうかがちょっと難しいとこなので、はい、そこでポイントを落としてます。で、火力に関しては、まあ、格上相手でクリティカルが出ないとやや火力伸び悩むかなっていうところで、はい、格下になればなるほど火力が上がっていくタイプ、まあ、ほとんどのキャラクターがそうですね。はい、そして攻撃回数は少なく反射も特にできず、バフ解除においては天才的な数字ですね。10ポイント満点ですね。はい、で整合解除もできる新たなキャラクターということで、はい、ここポイント持ってるのは利点だけですね。スキル1とスキル2合計で2枚まで剥がすことができるので2ポイントで、状態上耐性が高い相手に対してもクリティカルが出れば無視することができるので8ポイントで、1対1に関してはこのキャラクター敵を撃殺することで奮起状態になれるので、1対1だとその効果出せないので6ポイントと落としました。かといって1対複数の方も1体ずつしか撃破できないので、その間に封印やめまいなんかで足止めされながら殴られたりすることでかなり不利な立ち回りになってしまうということで3ポイントで、準主力活躍としては、まあ、バフ全剥がしプラス整合剥がしができるということで、まあ、これからの環境で重宝しそうかなということで 7.5 ポイント。配置柔軟性に関しては、前衛の前列だとまだバフや整合が展開されていないのでやめた方が良くて、まあ、前衛の後列なんかは意外とありかなと思いますね。はい、武将で硬く、しかも神髄共鳴スキルによってある程度の防御無視攻撃もカットできるので、ただ一番いいのは応援出しで、まあ、バフや整合状態が溜まったところで打ち込んでいくのがこのキャラクターの持ち味になりますかね。はい、そして白線ですね。はい、白線においては総合ポイントとしては、はい、上から見ていって 5.8 ポイントということでことで、下見ていくとこんな感じということで、真ん中よりややこちらも高めですが、特に大活躍できるようなキャラクターではなく、活躍場所としては一番際立ってるのは反射爆弾の踏み抜きですね。はい、10ポイントということで、かなり高いですが、このキャラクタースキル1で敵1体しか倒さないので、反射爆弾でよくある反射奥義を解放している弱い子を3体だったり、4体並べて待ち構えている場合に、スキル1で敵を全員撃殺していかないので、スキル2のタイミングでまた1体倒した時に、おそらく弱い子を反射爆弾で置いていれば、そこをオーバーキルしながら HP を超回復していって、毎回 HP を確保しながら相手陣営を踏み抜いていくことができるので、はい、反射にはかなり強いキャラクターになってますね。で、単発突破に関しても、HP が低い相手に対して攻撃していくことができるので、例えば、最上義明なんかを打ち終わった後、敵の主力の HP が減ったところに追い打ちで利点を投げ込めば、割とあっさり落としたりすることができるんですが、敵1体しか攻撃していかないので、継続突破受ける側としては、準主力なんかを一番上じゃなくて2番目に置いておけば、HP が低い相手を狙っていく場合、敵陣全員が HPMAX の場合には、上から攻撃していくので、一番上にいる弱い子を殴らせて、反撃でこちら側の準主力だったりぐらいのキャラクターで殴って、デバフがかかって弱ってる利点を落としに行くみたいなことで対応可能ですね。はい、あと戦記無双の縄文なんかは、援護を剥がして殴ることができるので、その点はいいんですが、同じく1回攻撃しか毎回していかないので、剣壁によってどんなに高火力な攻撃も、利点自身の最大攻撃力まででダメージカットされてしまうので、攻撃回数が縄文突破にはかなり必要なんですが、それがかなり足りず、ポイントを落としてしまってるのと、突破できたとしても、スキル1が敵1体しか攻撃していかないので、受ける側としては2体配置で受けてしまえば、進軍時間がものすごく落ちるので、はい、戦機無双もあまり得意じゃないですね。はい、そんな利点の育成のポイントとしては、混沌4日月2から、深淵3混沌2で、さらにガチで育成していく人は、深淵5、深淵6と、はい、神髄共鳴スキルがあるので、筋力値がっつり上げておくために深淵化、なるべくさせておきたいキャラクターですね。はい、その他の宝石強化無双伝説神器の育成優先順位はこんな感じになります。はい、ということで最初の主力としての登用はありかどうかですが、今回は見送ります。はい、戦役のパフォーマンスが低いっていうところが一番のネックですね。主力登用には向かないと思います。対人戦においても味方の主力のためにバフや整合状態を剥がしたり、めまいや流血によるサポートをするっていうような、どちらかというと主力というよりはサポート寄りのキャラクターということで、そちらの方面での登用はどうかってとこですが、これに関しても一旦見送りですね。再販まで様子見たいなっていうところで、その理由としては、おそらくですが、将来的には罪悪流血なんかをばらまくキャラクターなんかが出てきたり、生後バフに関しても範囲に対して一気に剥がしに行くキャラクターだとか、はい、MR 環境まだまだこれからどんどん新しい性能のキャラクター出てくると思うので、慎重派の人は一回見送った方がいいかなっていうのが私の判断ですね。重課金以上の人で反射耐性奥義を狙う人向けのキャラクターっていうのが、一旦のこのキャラクターの立ち位置かなというような位置づけで考えてます。はい、あとは投与コストがかなり高いっていうところもネックで、現状この MR キャラクターのガチャっていうのは、この MR 仕様特別の割引券だったり、幸運券、特別にね、用意されてるんですが、普段のみんなが貯めているであろう割引券や幸運券、使うことができないので、だいぶガチャ回していくのがしんどいんですよね。で、見てもらうと、MR 化した時点で、ガチャとしては SSR の時代から、もうこの特別な割引券だったり、幸運券を使わなければならず、もうよっぽど原稿に余裕がある人以外は、ガチャ回していく体力が持たないんですよね。原稿的に。かといって、純 MR みたいにこういう絆の水引きが割安で用意されてるわけでもなく、この花の水引きの課金効率もそこまで良くないということで、単純にどうしてもコスト面で見送らざるを得ないっていうような、今状況になっちゃってると思うんですよね。なんで運営さんもし見てたらお願いしたいのが、一つはこの、割引券、幸運券の共通化。で、もう一歩譲るとしたら、せめてこの UR アバター1000までは、今まで使っていた割引券や幸運券が使えるようにしてもらいたいなというところ。プラス、強くお願いしたいのが、この限定特典のところに、絆の水引きだけでなく、花の水引きも150元宝での毎日の販売を入れてもらえたら、かなり登用しようっていうね、モチベーション上がると思うので、やっぱり今のままだと、よっぽど突き抜けて強いキャラクターでもない限り、なかなか元宝放出できない状態で、そうするとどうしても闘技場とか対人戦やっていくと、みんなが同じキャラを持つような形になってきて、ゲーム性的にどんどん面白みがなくなってしまうっていうようなね、部分が、せっかく MR 化していろいろ尖ったキャラクター出てる今の環境でも、そこに向かっていってしまうのかなっていうような将来が見えるので、もうちょっとキャラクターを取る段階で手が出しやすいような仕様に組んでもらえるといいのかなと、はい、私個人の意見ですが思いますね。はい、ぜひご検討いただければ幸いです。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価かよろしくお願いいたします。はい、あと、テケテケの分析や検証を応援してくれたり、検証中のコーヒー代だったり、分析終わりのビール代、おつまみ代をおごってやるかっていうね、粋な方がいらっしゃいましたら、スーパーサンクスも受け付けていますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あと YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方は、この動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。おす。